はい、実況者ではなく絶叫者の中野地です。今回の動画はですね、ご報告動画となっております。その前に一つね、お話をさせていただきたいと思ってます。まずはじめにですね、私がまあ半月前ぐらいですかね、ツイッターの方で、X の方で、ツイートさせてもらって、ツイートじゃないわ、ポストやね、はい、ポストさせていただきました。見た方もいらっしゃると思いますけども、大変心配させてしまい、申し訳ありませんでした。体調に関してなんですけど、かなり、戻ってきた、感じではあります。ただこのままね、休み続けながら支援していただくっていうのは絶対したくはないので、恩返しをする、皆さんに笑顔を届ける、もうこの二つはもう絶対に、成し遂げないといけないなというところではあります。少しずつではありますけども、しっかり形にして、皆さんに、恩返しできたらなと思います。まあ無理しない程度にやっていくっていう感じなので、あんまり毎日とか週に何回とか、あんまりそれもね、言わないようにはしようかなとは思ってます。休止はすることはないと思うので、はい、よろしくお願いします。はい、それではね、ちょっと話は長くなりましたけども、これからちょっと報告したいなと思います。はい、ちょっと待っててください。よいしょー。はーい、こんばんは。はい、ということで今日の報告はですね、はい、猫飼いました。はい、めっちゃカメラ目線めっちゃカメラ目線だね。いいね、いいね、分かってるね。大丈夫、まあ、1週間目飼ったんですけども、実は本当にね、ペットショップちょっと寄りまして、そこでちょっと一目惚れしてしまいまして一目惚れしちゃいました。はい、本当にその日に飼うって決めちゃった子ですね。はい、名前はポポちゃんって言います。ポポちゃんじゃないわ、オスなんでポポくんですね。はい、ポポって言います。はい、まあ、ちょくちょくね、ポポがなんだろうな、たまに出てくると思いますけども、ゲームしてる時に机に出てきたりとか、キーボードマウスのところにね、邪魔してきたりとか、突然来るかもしれないですけど、この子も含め、中野地をよろしくお願いします。よろしくお願いしますね、ポポね、おとなしいよな、おとなしいな、お前は可愛いな。でね、この子はね、実は生後まだ2ヶ月の子です。はい、まだ生後2ヶ月ですね、生まれたばっかりやな。そして種類はね、ミヌエットっていう猫です。ミヌエットはね、確かペルシャと、ペルシャ猫と、マンチカンのハイブリッド猫だそうです。はい、この子を飼い始めてね、やっぱり気持ちも変わりました。はい、この子のためにちょっと頑張らないといけないなって気持ちにもなりましたし、まあこの子ね、朝昼夜、餌も与えないといけないということでね、しっかりね、朝起きて夜寝るという、すごいね、生活習慣も戻りました。うん。まあ猫飼ったの初めてなんで、いろんな方にね、ちょっとサポートしていただきながら、この子をね、大事に育てたいと思いますので、ぜひ、皆さん、教えていただけたらなと思います。はい、ということで報告はね、以上でとなります。はい、今後もよろしくお願いします。ほなねー、バイバーイ。